ドラマ、釣りバカ日誌に出演する浜田武史。今回は、そんな彼の魅力について見ていきたいと思います。独特な演技が癖になる個性派俳優、浜田武史の魅力。イケメン。ってわけじゃないけれど、目が離せない式気になる。浜田武史。1988年6月28日生。9歳の頃に、 現在の所属事務所にスカウトされ、1998年、ドラマ「一人ぼっちの君に」でデビュー。2008年、アヒルとカモのコインロッカー2007年公開で第22回高崎映画祭最優秀主演男優賞を受賞。主役並みに印象に残る脇役魂。昔から、モテたい気持ちは常にあるので、スムーズに演じられる。 脇役の醍醐味を感じる。このポジションが面白くて仕方がない。きっと僕の眉毛が下がって八の字眉だからそういう役が多い。変態とか殺人者とかみんながやりたがらない役もやってみたい。浜田武史という誇り。僕は浜田武史にしかできないことをやる。それだけです。自分らしく。 死ぬまで浜田武でいたいなと思います。ただ、イケメンブームの世の中ですので、僕は言いづらいです。見た目と違って、性格は大物。特別な役作りをしたことがない。演じるキャラクターとの内面の共通項を見つけ出し、自分の方が少なかったり、逆に多かったりする部分を伸縮させて、役に近づける努力をするとのこと。 基本的に将来を考えていない。戦略がない。浜田と何度もタッグを組む中村義弘監督が語る浜田武史の人物像。目標としている俳優はいない。あくまで自分でいたいなと思う。初心者だから目標は作らないようにしています。素敵な俳優さんは5万と言いますが気が弱いので。 目標にすると2番煎じにしかならなくなる。とのこと。妻はパリコレモデル。身長差などから凹凸婚と話題に。32歳で身長 179cm の小泉美幸。23歳で身長 160cm の浜田武史。2011年にモデルの小泉美幸と結婚。 2012年3月に話題医師誕生。浜田子供が自分に似ていないことを心から祈っている。